それ寝癖かな寝癖じゃない <laughs> ラブサタ三百二十四回目、はい、<laughs> 寝癖じゃないんだけどちょっとさすがにもう寝癖みたいになってきてる <laughs> いやいやさっきと変わってないから嘘だ,だよもうちょっと変わってないもうちょっとくるってしてなってない <laughs> 出てくるときは大丈夫のかな。最初も撮っとけばよかったね写真。そうだね。巻き、うんままあ、たてのトッキーを撮っとけばよかったト、ね、ッキよね。<laughs> そう。さっきのねあもう写真撮ったんで。あそうなんです。ぜ<非>あ,あげます、うん。見てください。みっちゃんが巻いたってゴーゴするね。髪の毛を。巻いたんだけどな。<laughs> もう今や寝癖。もう今や寝癖。うん、寝癖。寝癖パーマだね。<laughs> 寝癖ヘア新しいかもしれない <laughs> 寝,癖寝癖ヘア寝癖にしてくださいって新しくないよ <laughs> <laughs> さ、はい、キャンサーキャンサーさん 先週のブラフェスとっっても楽しかったですどんな曲がかかるんだろうとワクワクしながら聴いてました、はい、フェスには行ったことありませんが、うん、知らないアーティストも知らない曲もフェスという雰囲気の中で聴いてると気分が乗ってくるものなんでしょうね、うん、今度は可能なら80年代90年代の洋楽邦楽を集めた夏メロフェス開催しても面白いかもしれません<ー>すごい面白そう お二人のご負担も考えず勝手なこと言ってますがカメラマンなどのお手伝いのボランティアはいつでもいたしますのでお気軽にお申し付けください <laughs> ではまたということでありがとうございます,い,ます <laughs> いいね夏メロフェス、うん、世代区切るの面白いかもしれないそうだね,ね、うん、80年代の週と90年代の週ととかねあの多分私たちドンピシャだから、うん 年代的にすごい楽しい。うん、うね周りのその近辺の方たちはいいかもしれないね。うん、そしてこちらはですね「ラジオネット妻を海賊あさみさんありがとうございます。みみっちゃんんあさみさん ラブサタリスナーの皆様、うん、こんにちは先週のラブサタであさみさんが、はい、みっちゃんがスタッフ募集したら来ちゃうからとおっしゃってましたが、うん、確かに数名の常連リスナーさんは立候補するでしょうね。うん、快速あさみはその一人です。うん、何時にしますか嘘です」っていうことで。何 <laughs> だっけそれ。何せ人手が足りないから。うん あの無料でやってくれるスタッフさんが来てくれるといいなって言ったらあ,、はいはい、あさみさんが「スタッフ募集したら来ちゃうから」って「<laughs> 本当に来ちゃうから」って言って「<laughs> そっそうやめようね」って言ったんですね。うんうんうん さて靴底が取れた事故の件ですが、はい、みっちゃん結局両方の靴底が取れたんですねそうなんです、うん、こちらは右側が取れてしまい帰宅後に左側も取れるかなと思って剥がしてみたらポロッと取れてしまい、うん、いつ取れてもおかしくない状況だったようです、うん、なので海賊あさみも靴はなくなく処分しました、うん、履きやすかったんでもう少し履きたかったなあと荒木田元ブラピーお元気でしたかたまにはお会いしたいですねブラサタ祭りではお世話になったのでば、えー、また美声をお聞きしたいものです、うん、さあ 夜行性を戻して、明後日からお仕事、お仕事、海賊ハサミでした。ということで。うん、ありがとうございます。ます <laughs> 追伸でね、うん、公式ステッカーの制作の進捗、進捗状況はいかがですか?。<laughs> かっこ笑い、ブラサとタイムで待ってますって、うん。<laughs> あの、常に頭にあります。<laughs> 片隅にいます <laughs> 消えることはありませんあの,、はい、あの、もうちょっと真ん中に持ってこないとね <laughs> そうなですね。ちゃんとね、標準を仰せないといけないから、ねはい、すいません <laughs> <本当に笑>えー、そしてラリウムさんはフェスに夢中すぎた会見書を逃すとこでした楽しんでますということで多分急いで送ってきたんだろうなっていうのがわかる文明 <laughs> 短いな、ね、今日楽しんでるんでしょうね。あの熱中症だけ気をつけてくださいね。え、そしてラジオネーム夢ずきんちゃん。本放送お疲れ様でした。花子さんの話題では、見事に会話がズレてい。そうなの。そうなの。そう、私が多分ね、母子っていう、そのワードだけで、ちょっとね、惑わされちゃっておばあちゃんとね、孫が喧嘩してんだと思っちゃったんだよね。あ、う、う、お母さん。あ、そうだ。そう。 あの嫁姑だとは思わなかったんですよね。そ,そっちだったね、うん <laughs> まあ、分かったかよかった、うん、先週の神様にぴったりなやばい T シャツ屋さんの曲は「とりあえず噛む」ですね <laughs> そう,だそうだ。<laughs> ぜひ神様テーマソングとして使ってください、うん、それから徳永秀明の「夢を信じて」は「うん、男はつらい」の挿入歌ということでしたから、うん、あでしたが私からするとアニメ「ドラゴンクエスト」のエンディングテーマの一種しかありません <laughs>、ね、これがいわゆる「ジェネレーションギャップ」という世代間のズレなんですかね、うん そう大の大冒険でしょ。う私もそっちしか浮かばなかった。<laughs> なかなかあの曲でトラさんは出てこないよね。ヤギ <laughs> さんも言ってたもんね。うん、そうだからどれだけ選曲が大変だったかっていうことが<う>あのこれで分かっていただけるんじゃないかなと思いますけど。<laughs> いやー今週は大変だったね。いや本当大難しい。いやずれてる曲なんてさないからさな,なかなか <laughs> 本当に苦しいマギのね,ね<ー>選曲になりましたけど。 ええー、そしてこちらは、えー、ラジオネームただの勇者拓蔵さんありがとうございます,います遅ればせながらラジオ番組表2017春号、うん、第10回好きな DJ ランキングの投票ずっ十十通ああありがとうございます応募完了いたしました、うん、たった10票で偉そうなこと言えませんがぜひてっぺん取りたいですねあと祈るのみです、うん、ありがとうございます本当,本当にありがとうございますねま<え>、うん、あ私たちも頑張らなきゃ あとラジオネーム、うん、ちゃんまろさんへ。はい 卓蔵も彼女と10年お付き合いして別れた経験があるので、うん、今のちゃんまろさんの状況とよく似ているし気持ちよくわかります、うん、男性目線で言うと、うん、結婚したくないわけではないけれど、うん、別れてしまうことはないと思っているので彼氏さんは油断しているのかな、うん、でも結婚は条件ではなくてお互いの気持ちが一致した時のタイミングだと思います卓蔵、うん、も今考えてみるとあの時だったのかなとただ反省しております、うん、でも卓蔵はぶらさたで気持ちを吐き出したおかげで、うん、みっちゃんその 金部さんペアの時、えー、気持ちが楽になりました「うん、人ってあの人がいないと生きていけない分かってくれるのはあの人だけ」って言いますが、うん、案外分かってくれる人はいるし、うん、生きていけるもんです、うんまたなんとか解決したいのであれば「ラブサタボリューム1 8 2に羽林ゆずさん登場の回「<laughs> 都合のいい女やってます」<laughs> 聞けば <laughs> 役に立つかと思います長くなってすいませんではまたということでうんあの回は本当に役に立つと思いますよ <laughs> いやもう本当にさ目から鱗だったよね、うんうん、都合のいい女やってますっていう <laughs> でも考えてみたら本当にその通りだなって思うねえほ、うん本当だよこれ自分がなっちゃってるって大体の女の人が思ってると思うけど、うん、違うってことが分かったねそうやってるんだよ、うん、自分が演じてる,やっ,ってるやっちゃってるんだよそ,<う>それは本当に ぜひまた聞き直していただきたいですが、うんえー、ラジオネームさとちゃんからも頂い,いてますが、はい、前回323回目もみっちゃんあさみさんの恋愛トークとファミリー皆様のラジオメールを興味深く聞いたのと同時に、うん、17分54秒であさみさんが話しているいいいちいちドキドキキすするは名言だと思います <laughs> それを聞いた瞬間、うん、ラジオを流しているパソコンの前で「それわかる!」と叫んでしまいました。<laughs> 彼女にも浅見さんの名言を聞かせてみると、うんうん、なるほど今私がそうやもんと納得できたことです、えー、いやー何言っちゃった<何>ラブラブじゃんすごいドキドキする <laughs> <laughs> 増えてるからねねね、うん、こういういので、ね、私たち特に、うん、愛が始まる直前のいちいちドキドキ感ときたら、うん、と思い出しながら年、うん、を重ねると恋に対してある程度落ち着いてどっしり構えられるようにはなった一方で、うん、そのいちいちドキドキ感に心と体が思うようについていかず、うん、息切れしたり時に面倒くささすら感じる時もたまにあってもどかしいですよね。うん、あさ,みさんのこのののこ名言言は自分の言葉のようににすすでに使わせてていいいただます <laughs> <laughs> いやよかったすごい響いたんですねね一いちいちドキドキするねフェイスブックの方にも来てたもんねあそうですねありがとうございますそんなちゃんまろからも頂いてます今四国最大級の野外フェスモンスターバッシュの会場に向かうバス乗り場で大行列に並んでいます久しぶりに夜中の1時に寝て3時に起きましたつまり寝てないってことだ2時間しか寝てないもんねすすごい意気込みでねさて 先週はチャンマロの恋愛相談に乗ってくださりありがとうございました。はい、えー、あの後えー、あのあ彼に改めてどう考えているか聞いた聞いてみたんです。うん、彼なりにいろいろ考えてくれてるみたいです。うん、とりあえず結論を出す期限を決める感じで話がまとまりました。そうなの？あら彼は一つ年下です。今はプチ遠距離恋愛なんですが過去には同性経験もあり。 あ,あるんだ途中私が2年半もオーストラリアに行き<ー>わがままの限りを尽くしているにもかかわらず未だによくしてくれる気の長い人です<ー>おばあちゃんに相談したら「あんたあんなええ子もう出てこんやろ」と怒られました <laughs> <laughs> ただこの人以上に私を理解してくれるって考えは捨てた方がいいって言ってくれたの<ー>目から鱗でした<ー>何はともあれ自分磨きを頑張ります」ということで。 まあいい方向に向かってよかったねそうだからやっぱ彼は好きなんだよねそうだよね、うん、大事には思ってくれてるから、うん、やっぱりやっぱあのさっきのね、うん、あのメッセージにもありましたけれども、うん、やっぱり条件っていうよりはお互いの気持ちが多分一致した時にって結婚はやっぱそうだよねタイなングっやっぱ大事よね、うん、難しいんだよねだからだから結婚って すごいなって思うそうだねお互いの気持ちが合致した時じゃないとさ長く続かないもんねその先が長いよ結婚生活長いよ本当にだから本当によく考えた方がいいよねこの人とずっとにずっと一緒にいれるっていうそイメージが分けばさおそらく大丈夫なんだろうけどね全くイメージも分かず一緒にいて たただただ辛くなっていったりとかする場合もあったりするしね,うね、うん、るいや、うん、だから結局はね、うん、長く一緒にいる時間が増えていくから楽しいって思えない人といるのはちょっと苦しいよ、ねうん、結構惰性で結婚する人もいるでしょ急い焦っちゃっているねこの人でいいいやみたいな、うん <laughs> それあとあとね結構辛いと思うんだよねでもさ勢いが必要な時もあるじゃんまあね生でかだからそれが成功になるかもしれないしだからかんないよね経験してみないとやっぱそこはね何とも言えないけどそうだねでもやっぱりね二人でちゃんと話し合うのが大事ってことよね話し合えてるならいいよそうだよね話せない人とは無理だから多分結婚生活だからきっと彼もやっぱりちゃんと考えてくれてるってことだから いい方向には進んだんじゃない？ねやっぱちょっと甘えてるんだろうねきっとね。お互いにね多分そうお互いに甘えてるんじゃない。そうね。多分別れることはないってお互いが多分分かってるから多分ねちょっと先延ばしてもまあうまくいくといいな。ねそんな彼だったらね。うん。 いや本当にさ「ブラザータ」も長くなってくるとさお付き合いが始まってご結婚してっていうさ歴史を見ていけるじゃない今までも数々のリスナーさんいらっしゃるけどリスナーさんのさそのんか結婚までの変遷みたいなさ知っちゃってるよね私たちすごいよねうんすごい本当にだからファミリーだなって思うよね素晴らしい楽しいですよやっぱり。 でもやっぱあの時々こうちゃんまろさんのようになんかこう意思確認みたいなのをしていける人だといいね、うん、うんそうだね、うん、そうそうなんか「なあなあ」できっと相手もこう思ってるだろうで進んでちゃうと、うん、だんだんね、うん、もう道ずる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 いくだけだからねあれいつの間にかなんか違う方向行ってないっていう <laughs> <laughs> あと好きすぎちゃうと言えないっていうパターンもあるでしょう結構怖くって壊れるのが関係が。うん 難しい。あるよね。そういうのね。プリンスとマドンナみたいなもんでしょう。何よ。朝私が話した話いただいた。そうそう。ね、あの唯一落ちなかった男性はね。プリンスとマイケルっていうマイクを。マドンナはもうハンターですから。ね。すごい。すごいですよね。あの人はね。すごい。ーパースタのだけは見えない。あの筋肉質。 いやあい、期待抜かれてるのからねいまだにちゃんとステージ立ってるもんね立ってる立ってるすごいないや,いやでもそれでもねプリンスはそこに落ちなかったっていうのがすごいよねすごいね、うん、分かってるマドナの誘惑に <laughs> <laughs> でも大好きだったんだって、うん、そうそうみたい、ね、うん プリンスねかっこいいよ。ねかっこいいよよくねその誘惑に落ちなかったよね。だってあの当時トップスターでしょ二人とも。そうですよマイケルも合わせて80年代って言ったらもうみたいなマイケルはどんなに嫉妬してたみたいだけどね。いやでもそういうんていうの性別を超えてもさそういうふうに思えるのもすごいよね。だからマイケルのプロ意識がすごすぎるんだと思うそんだねきっとね。そそうう そうだよだそういう人たちがさ同年代にいるっていう世界ってすごくないいよね <laughs> 今って誰 <laughs> 今って誰 <laughs> 今誰なんだろうねその世界にいる人たちブルノマーズブルノマーズ、ジャスティンビーバージャスティンビーバー <laughs> <laughs> 何,何よ <laughs> ビーバーバじゃないのあだってジャスティンがいいって言えばピコ太郎だってあんなに全世界でひとしちゃうぐらいよ、まあね。なんかジャスティンまた新曲出してさ、うん、セレナ・ゴメスのことを書いてんじゃないかって言われるぐらいの<た>もうかなりなめめしい感じの曲になってたよ。<laughs> なんかさ好きよねあのゴシップの人たちって。 に本当にそんな意味あるん海外の人アーティストってさ海外というかアメリカ限定なのか分かんないけどさ結構自分のこと書くよねすごいよねテイラーとかもさ平気で言うじゃんいやこれは元彼に向けてみたいなそういいやなかなか日本人のアーティストそれは難しいよね難しいねまあ経験をもとにとか言うかもしれないけどそうそうそう半分はんかストーリーなんてみたいなのが多いよねうん そういうとこでもあれか日本人と外人の感情表現の違いなのかな、まあ、そうでだ,だからストレートに外国の方は表現する、ね、嫌なものは嫌、うん、日本人はまろやかにオブラートに包んで言う,<そ>う <laughs> だから伝わりづらい時もあるっていうことだよね、うん、難しいね,ねだ時にやっぱストレートの方が分かりやすいからね、うん、いろいろ思ってること、まあ、全部言えとは言わないけれども <laughs> たね、それちょっとおカちゃんになっちゃうから。全部言っちゃうと。ずれてる。あいつ何も考えてんねえなってさ、思われちゃうから。まあ言うべき時にね。そうそう。あの、まあ恋愛でもね、ストレートに言うっていう時は時に大事ですよ。勇気を持って。そうね。うん。あ、勇気は捨てた方がいいかもね。もしかしたら。どっちだよ。持つのか捨てるのか。今もうなんか持ってる人が捨てたら、ああっ ちゃったけどって。で <laughs> だから何も考えずに言うっていう時も時には必要だったか後先のことを考えちゃうから言えなくなるから。そ私そっちタイプだからダメなんだよね。うん、ああみちゃん結構考えるよね。だから相手もそれで出てきてる言葉だと思うから。うん すごいいちいち傷ついていちいち受け止めるんだけど、うん、いや俺そんなこと考えてねえしみたいなことはよく言われるもう出ちゃっただけだからって <laughs>、うん、そんな深いこと考えて言ってるわけじゃないってなんか男性多くないそういうの、ね、勝手な勝手な感想だけど、ね、あでも男性からしたら女性が多いじゃない 女性バーってってどういう意味で言ったのとかっていうこと男性からすればえ特に意味はないみたいな感情論でっていう感じかそうだねでもそう難しいねしいどっちもどっちだと思うの、ん、ねそしたらねでもだからね、うん、そう脳までいかないで出すのが大事な時もあるし、うんうん、そうだね本音としてね私もどっちもあるな そうね。いや別に悪い目じゃなくて <laughs> 私はいや私はできないから<ー>そ,それが <laughs> だから本当に羨ましいなと思う時もあるうう言,っ言ったことをみっちゃんが即座にフォローする時とかあるからね <laughs> でもそれをフォローされたことで余計際立っちゃうみたいな <laughs> 時もあるそうだからどっちが正解なのかが分からないそう,そうだからあの八木アナの時 <laughs> <laughs> ヤギアナ、ね、変わって <laughs> 先週は違うアナウンサーの方に入っていただいたんですけどんかあの東京 FM の方でね<う>あのニュースを読んでたこともありますよみたいな話をしてた時に、うん、あじゃあもう本格的な方でっていう私がつい別に何も考えずに言っちゃったんですけど。<laughs> そしたらみっちゃんがすかさず、いや、ヤギアナだって本格的でしょっていうフォローが入ったんですよ。でもそれを言われたことによって、私のその言葉が際立っちゃって、ヤギアナを傷つけたみたいな感じになっちゃったんですけど。いや、でもほら、言わないで実はヤギアナが傷ついてたら、っていうことをね、考えてみっちゃんは言った。そうそうそうフォローしたつもりが、逆に立ち際立っちゃったなって思った。そんなこと全く考え、全く思ってないし。 八木アナもしっかりとメッセージ読んでメッセージじゃない <laughs> ニュースをねお伝えしてくれてるって思っているんだけどなん,だなんかそこは感覚のずれかな。そうそう <laughs>